それでは国際教育行ってみたいと思います。元ゆずみ講師が分かりやすく説明しますからね。さあ今日扱う長文は要約問題で、括弧1番本文4段落で構成されております。そして回答欄ですが145mm×7行ですから、だいたいこれぐらいは目安に書いていただけるとよろしいかと思います。そしてこちらご覧くださいね。要約問題は文学部も同じでございます。でその要約の定義なんですが、 AA 辞典にはこう載っております。 Get only the main points, not the details。 つまりメインポイントを書いてくださいねということですよね。じゃあさ、メインポイントって何ですか？当然それは筆者の主張ですよね。ですから筆者の主張を書いてください。じゃあそれはどこに書いてるんですか？もちろん筆者は対比を使って書いてくれますからね。ですから対比が成り立っているところを回答に盛り込めば点数につながりますよ。ただその対比とはどんなものですか？例えばこういう関係性ですよね。ただしみさん、長文の中にはこういう部分も出てきてしまいます。詳細な部分ですね。もちろん詳細な部分というのは具体例のことですからね。ですがここも省いていくと自動的に正解が見えてきますので、対比を意識して頑張っていただきたいと思います。ということで一緒に頑張りましょう。それではこちらの設問の指示の一読をお願いします。それではまず第一段落をお読みいただいて、でその後どこを要約するのか決めていただけるとよろしいかと思います。それでは第1文目を書くのか書かないのかということですが、まず1文目の文末に大人と子供という対比関係を示す表現がありますよね。ですから1文目は書くべきですよね。で皆さん、意味内容上どうなってますかということですが、皆さんまず文頭、水に対する権利、それは必要不可欠な権利ですと。なぜなら水は重要な役割を果たしているからですね。でそれは全ての人々の日常生活という点において重要な役割を果たしている。それが大人であったとしても子供であったとしてもということですね。そういう感じで皆さん日本語として訳すことができてれば大丈夫そうですね。で皆さん、二つ目の文章とか三つ目の文章ですね。そこには対比を示す表現は特にないので、第一段落で書くべき文章はこの一番最初の文章ですね。で、どんな感じになるのか、この後ホワイトボードをご覧ください。さみさん、第一段落を終えた段階での模範回答でございます。さみさん、続いて第二段落でございます。一読をしていただいた後、書くべきか書かざるべきか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、1文目読んでいただけるとわかるかと思いますが、特に対比を示す言葉がないですね。皆さん、2つ目の文章を読み始めると、皆さん、文と firstly、1番目は点点点ということは、この後2つ目、3つ目と続いていくはずですよね。で、どこかなって見てみると、皆さん、also で2番目が語られておりますよね。で、さらに皆さん、furthermore ということで3つ目。で、皆さん、最後にっていうところで finally。ですから最後まで読んで初めてわかるんですが、皆さん文とここですね。いくつかの重要な権利原則、それを一つ目、二つ目、三つ目、最後にというところで具体的に述べられているだけですよね。そうです、具体例なわけですから、皆さん第二段落は書かない方向で行った方が安全ですね。で皆さん、最後の文章にも具体的にはって言っておりますので、この第2段落は思い切って飛ばして第3段落に行きますね。では皆さん、続いて第3段落でございます。書くべきか書かざるべきか検討をお願いします。皆さん、1文目は特に対比はなさそうですね。ですが皆さん、2つ目の文章中を見るとこの辺りで、ああなるほどねって感じになるかと思います。子供と大人で対比ですよね。で皆さん、最後の文章もフィジカル、そしてメンタル、肉体と精神、反対ですよね。ですから対比関係が見て取れましたので、この第3段落は2文目と3文目、ここを回答に盛り込めば良さげですね。じゃあ意味を確認いたします。まずは水の必要性、それは子供たちの水の必要性ですね。それは大人に比べると高いですよ。つまり大人よりも子供の方が水を必要としていると。そしてもし子供たちは水が不足してしまうと、肉体の発達、精神の発達、つまり心身の発育に悪い影響ですね、害を及ぼしてしまいかねませんと。そういうようなことが和訳できてれば OK ですね。
サミさん、この後ホワイトボードでご覧ください。サミさん、第3段落の模範解答を追加しましたので参考なさってください。サミさん、最終段落でございます。検討をお願いします。サミさん、1文目、これを読んだ段階では対比の関係がなさそうなんですが、2文目を皆さん読んでいただけると1文目と2文目が対比の関係になってそうですね。で、皆さん見てみると1文目はこのあたりですね。つまり安全な水と適切な公衆衛生、それの存在って書いてますね。で、皆さん2つ目の文章のこのあたりですね。綺麗な飲み水と公衆衛生ですね。で、それがない場合にはと書いております。ですから、それがある場合とない場合、反対対比の関係ですよね。ですから1文目と2文目は回答に盛り込んだ方が良さげですね。で、その後第3文目、4文目、5文目、一応読んでみるんですが、対比の関係がなさそうです。ただし、皆さん一番最後の文章ですね、特に皆さん文末 Social Development and Economic Development、 社会の発展と経済の発展、しっかり対比関係になってますよね。ですから一番最後の文章、これは回答に盛り込みますね。ですから、この第4段落はこの1箇所目、2箇所目、3箇所目、3つの文の和訳をお願いしたいですね。ではこちらからいきます。安全な水と適切な公衆衛生、それがあると大いに貢献することになるんですね。それは子どもたちの教育にとって、一方きれいな飲み水や衛生状態ですね、それが確保されなければ学習は制限されてしまいます。だからこそ皆さん、この最終文ですね、子どもたちが学校に通うことができれば結果的に貢献することになるんですね。それは社会の発展と経済の発展、そこにつながっていくんですよ。そういった内容が書けてあれば大丈夫そうですね。ではホワイトボードで回答を示します。さあ、皆さん、第4段落の回答を盛り込みました。これで完成でございますので、参考なさっていただけますとよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。国際教育学部の講評行ってみたいと思います。サミさん、早稲田の全体的な勉強法ですね。それに関する動画はすでに存在しておりますので、まだそちらをご覧になってないと、そういう方のために概要欄にリンク先貼っておきますので、この後お時間よろしければご視聴くださいね。そして皆さん、翌年ちょっと気をつけてくださいね。入試方式の変更がございますので、ホームページをご確認ください。さあ、括弧1番内容1。国際教養ならではのあの内容1問題でございます。そして、括弧2番、下線部説明。これは法学部とスポーツ科学部、ここの過去問がおすすめでございます。そして、括弧3番、空詞補充。そして、今日扱った括弧4番、要約。形式が似てるのは文学部と文化構想。で、今日は要約問題扱いましたが、括弧3番、空詞補充問題も視点は同じでございます。つまり、対比を軸に考えれば合格点は取れますからね。そして具体的な方法論ですね。それ皆さん、このヤダッチとスタディの大学別対策動画、もちろん早稲田だけじゃなくて慶応とか上智、もしくは G マーチですね。そこでこのあたりの問題形式全て扱っておりますので、こちらも参考になさってくださいね。そして括弧5番自由英作、法学部と政治経済学部、このあたりが練習の場になりますよね。じゃあ皆さん、実際何を考えて構成すればいいのか。ただ国際教養学部の2017年、それの問題はこういうことが設定されておりました。糖分を含む飲み物の課税、これに関して賛成するのか反対するのか、まあ賛成反対はどっちでもいいんですが、もし賛成した場合、やっぱり軸は対比を意識することになると思います。つまり、課税するとこういうことがいいですね、一方課税しなければこういうことが起こります。つまり、課税した場合と課税しなかった場合、対比を基準に考えれば回答スピードは上がると思います。そして2018年の自由英作、 e スポーツをオリンピック種目に加える、これに関しても賛成なのか反対なのか、まあこれも仮に賛成した場合、 e スポーツと言われた頭を使いますよね。つまり、知の部分、当然知の反対はもちろん肉体ですから、知の部分と肉体の部分、やっぱり対比を意識していただけますと書きやすくなるかと思います。これは2019年も2020年も同じことですからね。ですから、対比を基準に問題に備える、そしてそれを使って回答へアプローチする、そういうことを知ってるだけで合格に近づくかと思いますので、ぜひ参考なさっていただけると嬉しいかと思います。ということで、スクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、早稲田に向かって頑張りましょう。